気になるのが、9月にね、9月の末ぐらいですか、行われる堺市長選24日ですかね、9月24日。まあ、その動きがね、いろいろあって、まあ、ひょっとしたら現職が危ないんじゃないのかなと、まあ、維新が、僅差で、競り勝つんじゃないかなとかっていう方も、言われてる中で、やっぱりもう堺市長選っていうのは注目なんですけども、ただやっぱりね、僕はそのおかしいなと、思ってるのが、やっぱその堺市議会でね、元維新の会の、小林義佳市議で、この間ね、やっと議員辞職した黒瀬大、市議っていうね、が言ってたのに、これどっちも元大阪維新の会なんですよね。まあ、それがもう全然やめなくて、政務活動費、実態のないチラシを、政務活動費に使っていたということで、まあ、堺市議会でも、小林市議に対しては詐欺などの疑いで刑事告訴を、したと。で、まあ、堺市議会も小林市議と、黒瀬市議には辞職勧告決議を可決したと。それでもなかなか、ね、やめなくて、やっと黒瀬市議っていうのが、つい最近ね、やめたんですよね。うん、まあでもこれは堺市長選に影響があるということを懸念してるっていうのが、まあ維新関係者っていうのがこの毎日放送に出てるんですけども、まあそれとあの小林由香市議もですね、やめませんと、小林義香市議ですかね、別にやめませんと、信頼回復のために頑張っていきたいと思っておりますと、いうことでね、いや、やめへんというのもおかしいなと思うんですけども、まあ、維新関係者もですね、まあ、元秘書の小林義佳さんの秘書の黒瀬氏が辞めたことについてはですね、辞めるならもっと早く辞めるべきだったと、こんな時期に辞められたら堺市長選に悪影響だということを言ってるということで、いやいやいやと、いや、維新がもっとその黒瀬市議とね、小林義佳市議に対して、早くやめろよと言わなあかんかったはずやのに、ずっとそれを放置してたのが悪いんだろうと。いや、僕はね、ここまで放置してた大阪維新の会の責任っていうのもね、問われて叱るべきだと思うんですけども、どうもその辺が維新っていうのはね、身内の不祥事に対してはすっごい甘いっていうね、身を切る改革とか、いろいろ言ってるんですけども、身内の不祥事に対しては、なかなかその、処分もしないというかね、こういうふうに小林義佳市議も、まだまだ議員を続ける意向ということでね、いやもうとんでもないなと。いやだからもうこの今回、黒瀬市議の方はね、やっと議員辞職して、まあ、それに伴いですね、9月20日の堺市長選の同日に、同じ日にですね、まあ、補欠選挙が行われると。まあ、これだって、幾ばくかの経費っていうのはね、かかるわけで、それを考えたら、その、堺市長選っていうのは、やっぱりその、もう、この補欠選挙にしてもね、やっぱりその維新の会、の、責任を問う選挙でもあるんじゃないのかなと、いくら元維新離党したから元維新ですでは済まない話でね、この小林義佳市議も元維新ということなんですけど、今年まで維新の会所属やったわけですからね、今年になってやっと離党したんですよね。いや、それを考えるとね、やっぱその堺市民は、よく考えていただきたいなと。まあ、維新のね、なんていうか、堺市長選のスローガンっていうのは、成長か停滞かみたいなこと言ってたと思うんですけども、停滞させてるのは誰やねんって僕は思ってしまうんですけどね。ほんともう、ろくでもない、議員を生み出した、その責任っていうのをですね、まあ、維新は、ちゃんとその、総括っていうかですね、なんかしてんのかいなと、それについてお詫びとかね。それもなしに、もしそういうなんか、堺市長が悪いみたいなね、現職の竹山さんが悪いみたいなことを言ってたらね、いや、それはちょっと違うんじゃないのかなと、思ってしまうんですけどね。いや、だから僕は本当の、まあ、
この補欠選挙っていうのは大阪府議、これ、維新の府議が、堺市に立候補するということで、まあ、それで補欠選挙があると。まあ、それにはいいにしても、この、黒瀬市議が辞めたことに伴う、補欠選挙ね、市議の補欠選挙っていうのは、これはね、やっぱり維新の責任が大きいだろうと、いや、思うんですけどね。まあ、ほんといろいろおかしいなと。まあ、それでその現職が、ピンチだみたいなことが言われてるっていうね。ほんとなんか、その、維新の人が市長になったらですね、いや、もっととんでもないことが行われる可能性ってないのかなと、いや、思ってしまうっていうね。まあ、YouTube にもね、まあ、いろいろなんか告発するような動画上がってますけども、選挙管理委員会とかね、どうされるのかなと思ったりもするんですけども、いや、本当に、よく考えていただきたいなって、堺商船ね、堺市民の皆さんね、まあ、もちろん都構想っていうのも、まあ、争点にね、なると思うんですけど、維新は争点にしないって言ってるんですけども、いや、当然その都構想についてもですね、考えてほしいなと思いますし、この間の、やっぱりその、維新、元維新のね、市議らによる政務活動費の問題に対してもね、やっぱり、ちゃんと審判を下していただきたいなと、思いますね。なんかその、不正してたね、人が属してた、政党が勝つっていうことはなんか不条理だなとさえ僕は思ってしまうんですけども、どう思いますかねと、堺市民の皆さんと、どう思いますね。